え皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、青本論文解析のガイダンス、始めていきたいと思います。担当は、レクセン人講師、ベニシュ・佐藤です。えっ、ー、と、この青本論文解析なんですけども、青本シリーズの第4弾ということになりますよね。一番最初にやったのが、まあ、本ね、ちゃんとまとめて説明しましょうというね、いうものをやったんですね。で、その後、指南とていうのをやりまして、ずっと青本の21版になるかな。これ、ずっと読んでいって、説明しましょうというのをやっていったんですね。 でそして、昨年のが第3版でしょうかね。あの、問題集みたいなものを使って説明というのを3つ目やっておりました。で、今回やっていくのはこれ、論文解析と書いてあるんで、基本的には論文特化したことについてやろうということを思っているわけですね。ただ、青本っていうのは論文にどうでしょうかね。親しいくのかどうなのかというところなんだけども、これ、いろんな考え方があるかと思うんですよ。ね。通常問題解くだけだったら、何もこれ読めなくてもいいっていう人もいらっしゃるでしょ。でも、 当にそうなのかというところだと思うんですね。で、少しこれについて見ていこうかなと、まず思っております。まず、アゴ本の使い方ですよね。アゴ本って蓄量解説になってるじゃないですか。蓄証なんで、どちらかというと、ここに書いてあるように、担当向きの試験に適するんですね。普通は。じゃあ、論文だったらどうかなっていうことありますよね。まあ、この後でちょっと説明したいと思っています。あと、二つ目。まあ、これは絶対必要になりますよね。 立法の経緯を知る上で貴重なルーツールであると書いてあるんだけど、これ以外のものってないですね。特に立法のツールですね。あの、産業財産権って毎回毎回改正になっていますよね。ただこの改正の経緯ってなかなか見てもこれわかんないと思うんですよ。いろんな教科書ってあると思うんですよ。あるんだけど、立法担当者が作った本、これが一番明確に書いてあるわけですよね。でそして、この立法の経緯を知ることによって、 問題と受けるというのが結構あるところになります。で、昨今すごく改正されていますよね。一つは国内事情でしょうね。国内法で祖国をきたした。だからこうなったんだというところであったりとか、あるいは条約対応ですよね。PLT に加盟した。だからこうなったんだ。あるいは PLT の文言について他国はこう読んでいる。日本は違うので整合性を取らせるために変わるというのがありますよね。まあ、正当理由が故意ではないことと。 いうのは、そんなところかなと思っているわけです。従、まあ、って、まあ、立法通路を知る、あるいは、条約者の関係を知る、まあ、そういった意味では、この青本がないとなかなかわからないってことになるかと思うんですね。確かに、昔あった法制を知って、そして、理解しましょうね。極めて上だという感じはするかと思うんですね。ただし、この産業財策の世界って、本がないわけですよ。本。で通常ね、民法であったりとか、 警法やったりとかというものであるならば、ちゃんと本が書いてあって、いろんな見解書いてあるわけですね。で、そして、通説はこれだと。なぜかというと、最高裁がそう言っているからだ。そして、この解釈するのが、文言的には妥当だよって言っていくわけでしょう。しかし、産業財産憲法、まあ、特許もそうなんですけども、特に衣装とかなると、まず教科書ってないですよね。じゃあ、何を読むのかと。読むや、担当の問題とか、 論文の問題だけから見て、えー、これはこうなるんだというだけだったら、文章って書けないと思うんですね。で、この時に使うのが、合う本という話になるので、最終的には、和を取るってこれ本になるわけですよ。でここから学んでいって、理屈をちゃんとつけていく。で、予備校の本ってありますよね。すべて、ここから発生しておりますんで、まず、これは原点ってことになるんですね。原点であるんですけども、極めてこれ読みにくいわけですよ。読みにくい。 まだね、非常に書いてあるので、担当にはまあ、使ってもおかしくはないのかなっていうところですよね。ただ、論文で、ね、ということになると、それすべてが出てくるわけではないんですね。その中のピンポイント。で、それも薄く書いてあるわけですよ。ラオって。結構ね、すべての条文が乗っかっておりますんで、論文に必要なところであったとしたって、本当のピンポイント。この説明に終始をしてるということになりますよね。で、そうなると、これ自分で読んでできるかと。 極めて難しいんじゃないということになるかと思うんですね。そこでやってるのが、さっきやった3つのシリーズですよね。ただあれば、論文特化というもんではないんですね。今回は、論文特化で少しやっていこうというところで、えー、これ、中身を変えてやろうと思っているわけです。じゃあ少し見ていきましょう。さらにね。うん。じゃあ最近の試験の傾向ですね。で、最近の試験の傾向、どんな傾向かと。 えーと私は受かったのは平成9年でありますので、今、その受かったときから、約10年以上前の試験問題ですね。まあ、昭和62、3年の問題から、今に至るまでずっとこれやってるわけですよ。文布式試験でね。いくつか変遷という時期を迎えておりますよね。まず、旧試験。旧試験も平成7年ぐらいかな。これまでの観点、ほぼ暗記で足りちゃうのかなっていう試験でありました。まあ、そこからだん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 変わってきて、 平成8年、9年、10年となると、これ、ちょっと変わってきたんですね。暗、う、記、ん、反響するだけでは解けない。じゃあ、どうするかと。あの、た、多分に、なんだろうな。相手の言ってる題、試験員の言ってる題ってあるわけですよ。これを書いてもらいたい。まあ、それをまず自分で見続けて、そして、どう項目を立てて、並べて書いていくのか。よく論子と言っています。まあ、これをちゃんと書いて書くんだという試験だったんですね。 それがだん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 変わってきたと。平成17、18年ぐらいから変わってきましたよね。ほぼ担当式試験に近いんですよね。まあ、担当がかなり難しくなった。さらにその一方で、あの、免除ってできたでしょ。免除できたことによって、非免除と免除の方、その時の担当のレベルってかなり違ってしまうんでしょうね。でそこで担当を近いような問題出してで、さらに言うならば、この問題を使うことによって、 かなりバリエーションっていうのを作れるわけですよ。そんなに産業財産権って論点たくさんあるわけでは実はないんですね。ない。じゃあ新しい問題ってどうしようかと。担当に近いような問題を解いて解かせると。で、一目的決まっておりますので、客観的採点もできますよね。となると、担当に近いような問題通ってくるわけですよ。となるとね、先ほど言ったように、築城解説。本題から言うならば、どちらかというと、 担当向きの試験に適するんだと言ってあるところも、論文にも実は親和性ってあるということになりますよね。はい。まあ、そういった意味では、担当式試験、今の試験、近くなってしまってるんですけども、えー、これをやることによって、実は解けるということが結構あるわけです。で、まず、担当に近いところで、論文も、ね、含めて出てくるところ、これを評価して、ここからこう解くんだとか、こんな問題点があるんだと。 いうところが分かるかというところになるでしょうね。さらに二つ目。で、論文論点って、やっぱいくつかあるわけですよ。まあ、全部で100ぐらいでしょうかね。100から150ぐらい。読、実、遺書含めて100から150ぐらい。まあ、上外関係を含めるならば、それプラスあと2、30ってところになるでしょうかね。まあ、この論文論点ってところをちゃんと知っていれば、論理図はいらないわけですよ。論理ね。論証しましょうと。 まあ、旧司法試験だったら、論証しましょうというのがあるわけですね。まず問題の所在を書いて、趣旨を書いて、はい、論点所在と、まあ、論点の結論と書いていったりするんですけど、こういう問題って出てるんだけど、バッチリ書きましょうねっていうところはないわけですね。だって全て証文形式になっておりますんで、その論証を書いてしまうならば、相当点数がいきますんでね。証文5問で、だいたい1問20。 0点採点でしょ ?20 点採点で、文章をバチッと書くようになるならば、多分終わらないんでしょうね。ここは。まず論点だけ知っていて、通説はどうかと分かっていれば足りちゃうわけですよ。ただ、こういうのって、あまり入門講座でやっていないと思うんですね。すぐ言えますかね例えば、69条1項の試験研究。趣旨から言ったらどんなものがありますか ?3 つありますよね。で、なぜその3つが 該当するのかな論実はいらないんだけど、理屈がちゃんと理解できていますかね。あるいは、えー、と申請商品の並行輸入でもいいんですよ。ね、この場について、一体どうなってるのかというところですよね。うん、まあ、下級審ね。下級審の大審はどうだったのか、高裁どうだったのか、最高裁どうだったのか、3つすべて言えますかね。で、またなぜそういうことを下級審でいい、高裁ではいい。 最高性で変わってしまったのかというところ、ちゃんとこでも分かってるかというのがないと、かなりきついんですよね。うんまあ、そういった意味では、この論点分発パチッと知ってしまって、最低限処理ができないとダメなんですね。で、論実はいらないです。で昔はちゃんと論実のを教えていたんですよ。筋がこうなっていて、これだからこうやって論証は流すんです。教えて,の教えていたもののね。 じゃあ、ここではいらないかというと、一応それは教えます。教えるんだけど、論文だったら書く必要性はないですよってことを言う方を言うかなと思っています。あと三つ目。試験の今の傾向から言うたら、言うならば、いかに問題文を早く読めるか、それも間違わないで解けるか。特に特許はそうですね。この事務処理の問題。ただ、これって教えてる講座ってあるんでしょうかね。うん。あの、こうやってね。 線引きながらずっとね、地形列書いてって、図を書いてってっていうのが一番本当はいいわけですよ。でもね、問題は極めて今膨大でしょ長いよね。これ一個一個書いてって、処理をしようって話になると、なかなか多分時間がないと思うんですね。で、終わってしまうということになるんでしょこれが極めて多分解けないってことになるかと思うんですよ。ここね。いかに問題文を読んでいって、処理をするかという点ですよね。 ただ、これ処理できるためには、少なくても1番、2番が理解できていないとダメなんですね。単論が共通事項について、担当的なところについて全て分かっていないと、見た瞬間、まあ、これだと。まず気づかないと思うんですね。で、さらに、あ、説分かれるところであって、論点こうなるという結論を知っていなかったら、これも解けないわけですよ。さっき見た69条1項の試験研究。 29年の本試験に問われてるんですけど、見た瞬間聞いてるなと分からないと、多分時間がなくなってしまって解けないと思うんですよ。うん、できれば、この1番と2番については知識というところで、まず簡単に説明しようと思ってるんですね。うん、説明で。説明終わった後に、じゃあ本試験ではこうやって聞かれています。読み方はこうするんですっていうのを読めれば、多分ね、書き方。これかなり書き方は 適当とは言えないんだけど、薄く書いてしまったらしたって、今は受かるっていう傾向でしょうね。試験って。これはもう、ある程度ね、見っ切りました。正直言って。ね。それはここに書いてある通り。なぜ長期短、超短期間で論文合格する人がいるのかという点です。ここから逆算しましょうね。昔はいないわけですよ。担当受かりましたと。担当はね、あの今見たら免除がありませんので、何度も何度も担当受かって、そして、 論文式試験までに2、3, 3、三回ぐらい受かって、やっと論文って通過となっていたのね。まあ、それは、題は一体何かというところをちゃんと理解しないと解けないわけですよ。題。うん。今の試験では違うのね。旧試験って。でも出ないとは限らないんで、旧試験の問題についても、あとはね、ちょっとやろうかなと思ってるんですけど、少し説明したいと思ってるんです。題は何か。で、このもし、あの、超、 短期で合格するような人、今の試験傾向を続けば多分あるのかなと思います。しかし、古い勉強方法がダメかというと、そうでもないんだよね。最低限は、本当は論述がちゃんとできいて書けた方がいいに決まってるわけです。ただ今の試験はそうなっていないっていうだけだよね。でも昨年何人でしたっけ受かった方って。199人だね。二十数年ぶりの100人台になったわけですよ。100人台になった。 逆輪台になったんだならば、これ一応ね、採点としては採点できなくはないと思うんですよ。論証を書いてどうしたと言ったって、多分書けると思うんですねで。もしこれが出てしまった場合、今みたいな形でパチッとね、説明だけちょっと書いてっていうのは、ちょっと難しいのかもしれません。本来から言うと、両極端2つ理解できていて、分かった上で短く書くっていうのが一番いいに決まってるわけですよ。 できたらそういうことをね、やろうかなと思ってるわけです。ちゃんと説明をします。まず最初に、この説のこの問題点はこうなると,ということを説明しておいた上で、そして、えて、ー、みたら、この本試験ではこう聞きます。こう解くんです。見ていこうかなと思ってるんですね。で、3番ですね。試験傾向を捉えた試験対策。どうかというところなんだけど、試験出る部分ってあるわけですよ。これは、レックの問題集。 買うと、一番最初の本、副のところにで、こういう論点が出ましたと。で、あの、この7年分でしたっけ ?7 年,年分について、すべてこう掲載されてるでしょう。ね、その乗っかってる単元について、大体こういう論点が出ますってところについて、まず説明しようと思ってるんですね。試験に出る部分ね。論点説明と書いたのは、まさにそこになります。例えばですね、うんと、これ古い、 何年かなこれね。えっ、ー、と、今ちょっと見てあるんですけども、見ると、特許というところでは、これいくつかに分かれてるでしょえっ、ー、と、まず、権利能力、あるいは特許を受ける権利、産業上を利用することができる発明、新規性、進歩性とかね、単元単位というか、論点単位ごとに分かれて、年度別にこうなってるって書かれてるわけですよ。ね、ここから問題点をピックアップしていって、まず、 一般的論点について、この単元はこうですって説明していきます。それから出ることについては説明しないからね。だって、試験には出ないんだ。試験出る部分についての論点説明ですよね。これがないと、見た瞬間、パッと出けると、私は言えないと言ったと思うんですよ。でそして、裏取り。これは、青本にもしあるんだったら、これが一番いいに決まってるわけ。だから、青本の素材をピックアップしたものをまとめてあるものがあります。 これ昨年の、昨年度の講座に使ったものなんですね。青本だったら流行を書いてある。あるいは趣旨こう書いてある。これまとめたものがあるわけです。うん。まあ、旧司法試験ってありますね。旧司法試験ではよく使っていたのが、趣旨基本本と、まあ、他社のものになっちゃうんだけど、こんなものがあるわけですよ。趣旨はこうなる。あと、基本こうなる。あと論点少し考えると、こうなると。まとめたものが、それぞね。旧司法試験では配って、皆さん勉強するんです。 これと近いものが論文リーダーと去年作ったものなんですね。ただからそれについて、昨年度はね、あまり問題と含めてあまり説明してなかった。今回これをやりたいわけですよ。まあそれがアオハノスナイフピックアップと言っている論文リーダーということになるわけです。で、説明しますよね。で、インプット終わった。じゃあ過去の問題において見てみよう。どう聞いてるのか。何したどう解けるのか。見た瞬間、どこから読めば。 簡単解けるのかなっていうのが次のね、チャプターでやるということになってるんですね。だから取るのはチャプター単位でやっています。だいたい多ければ9チャプターぐらいまで。8チャプターが今最大取ってますかね取っても。だいたい1単元で、1単元で、1チャプターで20分とか30分ですかね。30分ぐらいまでしか取っていません。これを繰り返してやると。最初の第1、第2チャプターではだいたい 論点の説明とかですね。これはずっと繰り返していきます。で、終わりましたと。で、終わった後について、この問題点について、何年ではこう聞いた。何年ではこう聞いた。で、問題の射程は、そして、どうと言ったらすぐ結論が出るのかなっていうところについて、やろうと思ってるんですね。ここね。まあ、これ講座の特徴になります。じゃあ、具体的にね、この講座って特徴は一体何かというところが、 えっと、これ、パンフレットに載っているところの抜粋ですよね。まず一つ目。パワの知識が、そのまま論文に、ラ文論文解放につながるように、論文リーダーを使ってと、皆さんに配布しています。ただ、もちろんこれだけではないからね。これプラス、えー、クロス材として、えー、ここかな。パワーポイントで先に論点を明確に表示して説明しています。パワーポイントで産業上利用性といった場合の論点はこれだと、簡単に説明しておいて、さらに、 この部分については、論文リーダー。大社過去問素材として、ずっとね、説明していくってことになります。でだいたい一単元で3チャプターぐらい使いますかね。これを使って収録をしってことになります。書いてある通りね、えー、受講しやすいチャプター性。パワーポイントで論点を明確に表示をします。論文リーダーを使った端的な講義です。端的かな。あと論文過去も素材にした。 実践的な講義ですと言ってるんだけど、これは僕は読み方重視ですね。特に最近の試験についてはね。これ一方で、旧学問ってありますね。これも扱っています。で旧学問については、解き方というよりも大ですね。何を試験の先生は聞いてきたのかな。あるいはストーリー的にどう書いたら良いのかな。二通りね、やっていこうかと思ってるんですよ。最近の試験は、さっき言ったようにいかに早く読めるか、解けるかという勝負でありますので、 そこ中心。この一方で、旧試験ですね。旧試験においては、どう書いていって求めるかというところが中心でありますので、そこ。この二つに分けて説明しようということになるわけです。これが講座の特徴ですかね。じゃあ、具体的にどう派生していくのかなってことになります。これが、ステップ1、ステップ2、ステップ3ですね。で、ステップ1では、論文試験で問われる論点を単元別に解析していきます。 ね。産業上利用性とは何か。69度の試験研究とはなぜこれが該当するかと。まあ、全てこのようになるわけではないんですけど、まあ、これ具体例ですね。まず、ステップ1の方においては論点を説明します。では、本ではどうなってるかについて、えー、まあ、論文リーダー参照してくださいと言ったりしますからね。ステップ2でしょうね。まあ、これ一緒になっちゃってる場合もあるけどね。で、ステップ3の方では、3チャためですね。じゃあ、1番と2番を反映した問題ですよね。 69条の試験研究であるならば、衛星の15年と、衛星25年出てるわけですよ。で、どう違って聞かれてくるか。で特に旧試験に近いものって、結構ストーリー的になっていて、難しいんですね。どう解いていってまとめるか。これやるわけ。で、1チャプターにおいては、まずパープにおいて、論文単元論点について説明していきます。ステップ2においては、顔の記載ですね内。ただ、ガッチャになってればいいので、ここはね、すべてこうなるわけではありませんからね。 でステップ3においては、じゃあ、各問においてどう聞いてくるかについて、解き方。ないしは、旧試験であるならば、題と、そして流し方ですね。まあ、これを中心にやってまいります。ここね。はい。これ書いてあるかな旧各問では深い題が存在するため、項目を挙げるだけでは合格できません。そうだのね。この点は今の試験とは多少違いますが、被災されてしまった場合は、非常に難しい問題となるので、この点を 簡潔に解説をしていきます休止の、ね、説明をやる方ってそんなにないと思うんですよ。もうかなり経ってしまってるし、多分できないかもしれないね。うん。ちゃんと見た瞬間、今みたいに書くんだったら簡単できるわけですよ。簡単。でも当時は3000字ですよ。1.5倍。1.5倍の量をちゃんと書いて説明したかったら受からないという試験でありますので、なかなか難しいんだぞってことになるからね。この問題って。 まあこれをちゃんと説明していくっていうのが、えー、もうやっていきます。だから、射程としてはそうですね。一番古いもので平成5、6年からずっと説明していますんで、今似てるまでね。まあ、単元別にやってるんで、これはやらないってものがありますよ。被ってしまった場合についてはね。でも一応、ある程度は見てやっておりますんで、えー、都度都度やっておりますんで、大体は過去もカバーできるかなと思います。読み方とか、あと昔、昔の問題だったら、題の取り方、あとどう書くかっていう点について、 やるということになりますからね。これやるのが講義の進行手順ということになります。そして、次、えー、大体1回の講義の進行イメージというのが書いてあります。あの、大体3チャプターで1つまとめるってことになるかな。大体ですよ。大体。全部ではないので、で1チャプターが大体20分は超えてるな。25分から30分前後。大体これで1チャプターで、3チャプターで1単元完了と。 いうのは一応、あの、筋になってるんだけど、すべてそうなってるわけではないので、これ誤解のないようにね。でも大体そう,いうイメージで済んでいます。ここねで。チャプター単位で聞けるのは確かなので、ランプチャッター終わります。という感じで、ここにパーフォレッションしたような形でやっておりますね。だからずっと流して説明しってものではありません。そこはね。まあ、そんなことでやっていきます。で、さらに、ここに書いてあるように、問題としては旧学問プラス最近の学問。 ってやっていきますよね一番最後のところね、問題点が終わった。論点説明終わった。じゃあ、旧角問だったらどうでしょうか。最近の格問だったらどうでしょうか。というものをやっていきます。ね、旧角問は、題を捉える。これは難しいんですね。あと、つながりですね。A があって、B があって、C がありますって書いていったりするんですよね。するんですけど、あと、条約との関係を捉える。これも結構ね、あるところ。この一方で、最近の問題は3番ですね。 論点プラス担当の瞬発力ね。これがないとダメなわけですよ。で、これをつけようっていうのが、えー、つけて読んでいこうっていうのが、新作についての捉え方ってことになりますからね。これはあまりやってるところがないと思うんですよ。どう読むのか。どっから読んでいって結論出すのか。数行で大体問題解けますんで、そこですかね。ポイントとしてはね。これを解説していきます。はい。では、一番最後ね。あまり見たことがないと思いますんで、 休止の問題。こんな問題ですよね。これなかなか難しいですよ。中で、中でも説明してるけどね。全部説明しませんけど、ちょっと考えてもらいたいわけですよ。ね。こんな問題。X 会社の従業員である A が、コーチのネジ、コーの頭に新規な装飾を施したネジ、大津だね。コーチネジ、コーと書いてあって、頭に装飾を変えただけなんで、これ通常であれば新規性がないんだけど、実用支援であれば設定努力になりますよね。ただ登録になったんでしょうね。 で、従業員と会社と書いてあるんで、職務公案かなっていう感じを受けますよね。職務公案。うん、一件ね。X 会社は A から実用試案権の独占的通常実施権。独占図が出たのこの年しか多分ないと思うんですよ。独占図。会社の方が従業員から独占的通常実施権の下落を受けましたってわざわざ書いてあるからね。これ一体何かって思いますよね。それを Y 会社はネジオツ。 で、新規、コーチネジ、コーの頭に、装飾を施したオツの頭をさらに改良したんだよね。これだって、単なる装飾を変えただけでありますんで、変っていう講話については、本来新規制等はないよね。でも登録になりましたって書いてあります。実用支援だからね。登録になったんで、Y 会社はネジ変を発生図販売したんだよね。そしたら、X 会社の方から、実用支援権に基づく差し止め請求を受けました。X 会社って、 独占的通常実施権者ね。独占的通常実施権者が実用新案権に基づいて差し止め請求。これ一体何でしょうね。うん。独占的通常実施権の資源根拠としって書いていないんですよ。実用支援権に基づく差し止め請求を受けたって書いてあるんで、これ一体何かってことを書くんでしょうね。そして、ね、両者の関係から言うと、これはどうなるかって多分書くんでしょうね。さらに、 実用試案でありますんで、当然、評価書って出してると思うんですよ。評価書。出しますよね。じゃこの評価書って、通常肯定的じゃなかったら、普通、講師はしないと思うんだよね。じゃこの事案って、肯定的だったんでしょうかね。まず。うん、多分、肯定的じゃなくて、ったら、逆に無効審判を請求されてるこうなっちゃうと、逆に、損害賠償を求償ねってなりますんで、まずいわけでしょ。多分、肯定的なんですよ。でも、ちょっと待て。 高知ネジって書いてあるんで、肯定的ではないんじゃないって思うと違うんだよね。肯定的だと。だって、高知っていうのは、評価者の対象にならないもんね。観光物高知だけですよ。ここって。じゃあ、評価は肯定的だったんでしょう。だけど、まあ、比例分かれずすっと難しいので、向こうの対象になるかって多分聞いてるんだろうね。評価は肯定的なんだけど、向こう審判で向こうの対象になるかなれるよね。これね。 コーチについては評価の対象になっていない。ね。勧告スコーチだけだよね。これ客観性がないから、ということでしょ。うでも、コーチになってるわけだから、当然、無効審判で無効にできればあるということになりそうだよね。いくつか問題点があるわけですよ。独占的通常実験者がサステめ請求を請求した。できるんだって。まず一番頭だよね。それも、実用試験権の信頼根拠にサステめ請求をしたと言ってるんで、これはどういう状況かな。 で、さらに、職務公案だ、ということ書いてあるんだけど、これをうまく使ってどう説明できるかな、ってことも聞いてるわけでしょで、権利講師を受けた。通常であるならば、まず、否認しますよね。否認。でも、これはできない。じゃあ、無効審判できるか。ただ、前提として、評価書が出ていて、当該評価については多分、肯定的だったんでしょうね。じゃなかったら、29条の3で、逆に、損害賠償求書ね、となりますんで。じゃあ、 なぜこれができるかって深めて書いていくっていうのがこの問題なわけですよ。難しいですよね。これが旧試験というところなんで、今みたいにもしか今みたいに書くんじゃなくて、今的な書き方であるならば、いや、当社的確ありませんと。まず書くね。評価書が出ていません。書くね。非輪ができません。否認について検討します。できません。そして、無効審判とか純徳143で対抗できるわと書いて終わっちゃうと思うんだけど、 これ、もうちょっと深いですね。旧試験なんで。これを踏まえて、ちゃんと論証しましょうというのが旧試験です。で、こういう点についても、少しね、説明していこうかなと思うんですよ。と、頭の回転が速くなりますよ。深い意味も取れるようになる。で、こういうもので出ないとは一言も言っていないので、出れてしまった場合、極めてまずいという話になりますので、こういうものも解けるようにやっていきたいと思っております。まあ、それで、ね、この講座をやるということになりますので、もし、興味のある方は是非ね、 おもしろ方をやっていただきたいと思っております。まあ、えー、タイトルはこれでありますので、アウフォン論文解析というところ。別にアウホン解析だけじゃなくって、論文って一体どうなるかというところについて、まあ、興味を持って,持ってる方ね、ぜひ聞いてもらいたいかなと思っております。ね、では、お疲れ様でした。